こんにちは、ウエストガトです。こんにちは、ウエスト山穂です。はい、今回はですね、ナンガシュラフのウエスト別注モデル、<ー>ダウンバック SE。 別注はい。こちらご紹介していきます。山保さんにね、ちょっと久しぶりに来てもらったんですけど、結構ね、種類が多くてね、説明大変なんで、二人でね、ちょっと見ていきたいなと思います。お願いします。で、まずはですね、このダウンバック SE に行きます前に、ウエスト別注と言いますと、こちらをですね、2019モデルというのがありまして、ありました。とね、他の動画でもご紹介してるんですけど、曲線ジッパーを使ったね、特別モデルなんですけども、こちらがですね、実はこの2021年に廃場になっています。これ理由はですね、あの、 この生地がですね、このアボガドグリーンとオータムオレンジってあるんですけど、うん、生地の供給が終わってしまって、あ、そうなんですか同じものが作れなくなってしまったんですね。ええー、いい色だったのに。それで一時的に廃盤になっています。うん、はい。でですね、あの、この曲線ジッパー時代も作れるんで、2021年モデルも、はい、あの、デザインとかカラーを変えて、うんうん、まだ制作進めてはいるんですけども、はい、あの、なかなか出てこない。 あれえー、ナンガがすごくね、人気があって、国内工場がもうパンパンで、なかなか順番が回ってこなくて、この曲線ジッパーモデルの新しいモデルが、なかなか供給されないと。そっか、はい。そこで作ったのが、このダウンバック SE なんですけども、はい、どういうモデルかというと、まずは早い話がですね、数量限定のお買い得モデルになってます。はいうん、で、先ほど言った国内工場がいっぱいだったので、ナンガさんと相談して、中国のナンガ工場、 中国で。はい。はい、空いてる工場で作った、まあ、スポット商品という感じになっています。<ー>でね、お、はい、ダ段はだいぶ下がっていて、ただ、南側ガのクオリティはそのままなので。あ、うん、じゃあいいですね。はい。この夏から秋にかけて多分売り切るのかなという感じなんですけども、はい、うん。こちら本社でご紹介していきます。いきます。はい。でね、やっぱり南側ガシュラフといえばね、国産のダウンシュラフとして評価が高いんで、はい。ちょっとね、あの、国外で作ってるのかって思われる方もいるんですけども、うん。 結構ね、日本で作ってるダウンシュラフなんて滅多になくて、結構大手のメーカーさんみんな中国で作ってる。え、そうなんですかそれほどね、こう心配になることはないかなと大丈夫ですか気にすることないですかあとはま、あの国産にね、断る方というか、どうしてもね、やっぱ日本製がいいなという方は、あの、また次回のウエストオリジナルとか、そっか。あとはあの、漫画の u d ィとかオロラとか、あちらの方はね、変わらず国産で作ってますんで、そちらを選んでいただいてもいいかなと思いますけども、今回ね、ちょっとお手頃モデルの SE ご紹介していきます。はい。 で、まずはモデルを紹介なんですけども、はい、まこの3色ですね。うん、えっと、ガンメタルと、ベージュと、はい、ブラック。ブラック3種類あって、まあ、3つから選ぶだけじゃんって思うかもしれないですけど、うんうん、全ラインナップを見ると、こんな感じになります。ちょっと大きくしましょうか、画面。 かなり種類が多いんですよ。そうですね。全部で、1、2、3、4、5、6、7型。7型。うん。はい、値段も3種類から選べるようになっていて、はい。いきなりこれ見るとね、ほんとどれがどれだか、どれ選んでいいかも分い <laughs> ちょっとめんどくさくなりますね。もう、はい、ちょっとね、2人で見ていきたいと思います。<laughs> はい、で、まずはこの、えー、7種類を3つのグループに分けます。 リストの一番左、モデル名ってありますね。はい。一番上の水色のところでダウンバック 360SE ってなって、はい、隣の方のリストに移ると、360フィルパワーダウン腐乳量とあります。これ3 6 0グはい。名前と一緒ですね。ダウンバック360というのは、3 6 0ムダウンが入ってるよと。うん、で、フィルパワーは650。はい。これフィル、650フィルパワーはどのくらいかというと、はい。中堅くらいのダウンですね。 中堅。モンベルでもダウン派が800と、ダウン派が650と、そうしたがバローバックで風になるんですけど、真ん中ぐらいの価格帯の性能のものになりますね。まあ、細かくはね、スペックはね、ダウンシュラフの基礎知識っていう、別の動画でご紹介しまるんですちょっとね、省略していきたいと思います。そこそこいいダウンという感じですそこそこ。一番右行くと、対応温度域とあります。3 6 0ム入っているのは7度。で、その下の黄色いグループに行くと、この4 6 0ムダウン封入されているので、ダウンが増えている分だけ 力がってゼロ度対応ですね。次の一番下のオレンジ色のグループは6 1 0ム。さらにダウン量が多いのでマイナス五度まで対応するといった形になっています。で、この温度液なんですけどもこちらに南賀交渉って今括弧してあるんですけどよくウエストの動画でご紹介するシュラフってユーロノームってあの温度検査機関ヨーロッパにあるんですけどもそちらの方で検査機関かかったものが多いんですけど結構お金かかったりとか時間かかるんで今回の s まあうちの ウエストのオリジナルちょっと省略して難画、うんまあ、交渉として今、まあ、までの難画の実績とか、はい、あの考慮してこれぐらいのダウン風入力でこれぐらいのボディを使っていると、うん、これぐらいの,あの数値が出るだろうと憶、うん、測してあるんですけども、まあ、結構妥当な数値が入っていますので、はい、その辺参考にしていただけたらなと思います。はい で、このリストを見て、まあ、大体本力分かったんで、はい、これで大体お買い物もね、十分できるかと思うんですけども、そうですね。せっかくなんでね、もう少し、ね、掘り下げて、いろいろ細かいところも見ていきたいと思います。うんはい、で、次がですね、こちらですね。<ー>はい。なんか出てきました、ねはい。今度は真ん中の欄がキルト構造になっています。はい、で一番右はパーツ構成となってまして、うんうん、真ん中のキルト構造の水色のリストを行きますと、 360SE はシングルキルト460と610はボックスキルト一番右側い行きますと360は何もない状態で160はドラフトチューブとショルダーウォーマー610はドラフトチューブとショルダーウォーマー同じくついていますねこれちょっと目見ていきたいと思いますではまずこちらが現物それですね360ですねこれ 360SE ですちょっとね、この 南画のロゴがね、差別のために大きめになってます。もかりやすくて。デカロゴですね。ちょっとね、あの、ラルフローレみたいにたまに大きいやつ使っていうけど、あれかなと思います。でですね、えっと、こちら、まずジッパー見ましょうか。はい。ジッパーはね、あの、畜工ジッパーの南画のお得意の、噛みつきにくく、しかも夜ちょっと光るっていう新設設計ですね。そうなんだ。これ使ってるんで、ジッパーの動きは、うん、やっぱり、こちらは、あ、いいですね。s いと言えども、 全然調子いいです。中開けると、このモデルにはですね、ネックウォーマー、ショルダーウォーマーですかね、ここのところにはね、ついてない状態になります。ないんですね。シンプルな構造になってますね。やっぱり暖かいシーズンにつけ使える薄手のシュラフで、軽量さとかコストパフォーマンスに振っているんで、こういったパーツついてないですね。で、ドラフトチューブっていう、このジッパーの内側につく、こういうね、ジッパーから冷気を侵入を防ぐ雨マブも。 これはね、省略化されています。はい。で、キルトはシングルキルト構造ですね。はい。ここの縫い目とここの縫い目が繋がっているタイプなんで。あ、なるほど。ね。ちょっとまあ、冷気の入る心配あるんですけど、元からまあ、ダウンの風に入量は少ないものなんで、うん。まあ、ーシーズンの暖かい時、まあ、夏を中心に使うモデルなんで、う,でねうん、うん。こうした方がね、軽量化になって、あのー、すごくね、コンパクトになるんで、そうですよね。これ,これで、ね、マイナスに考える必要はないなという感じですね。はい。芯に合わせて使っていただけたらと思います。うん、360こんな感じですね。はい。 はい、次がこちらがえっと、460ですねちょっとテーブルの色と同化しちゃってる感じでさっきのガンメタルでこっちはベージュになりますはいちょっと優しい感じのカラーですジッパーは同じ同じ蓄光ジッパー使っていてもう動きはいいですねうちはちょっと黒いベロついてますねだでさっき見たネックオーマーこれですねあこれここがついてるんだそう これをですね、ちゃんとこう、しゅ、はい、吹き込んで、ここのコードを引いてもらうと、はい、キュッとね、襟巻きみたいにこう、あここがマフラーみたいな、ダウンマフラーみたいな。えー、これで、ね、肩からの冷気の侵入を防いでくれるんで、こういったものが、ちょっとね、うん、あのダウン風入量多いものになると、付属していきます。で、あとドラフトチューブですね。はい。 このあそこに1個ついてるので、ね、ここに綿のチューブがこう入っていってッ、はい、ジッパー閉めた時にここから入ってくる冷気をチューブが防いでくれるっていうのがついてきますはいこれいい作りですねしっかりしてますさすがダンガシラフですね,いいですねはい、うん、これも同じデカロゴですね、うん、あーかわいいはい、うん、そして最後が 610です。オールブラックっていうカラーですね。かっこいい。ロコも同じく。やっぱロフト感すごいですね、610あるとかなりパンパンで。全然違いますね。見た感じでわかりますね、もう。で、ジッパーも同じく、畜生ジッパー使ってます。はい。で、ネックウォーマー見てくると、ついてますね。そうですね、ついてる。さっきと風による同じぐらいかな。うん。この作りはね、同じですね。はい。で、ちゃんとラフトチューブも。 ありますね、うん。同じぐらいのボリューム感でついています。はい。で、あとは、あれそですね、あの、460と610はボックスキルとなってるんで、はい。さっきの最初に見た360はこう、ハムみたいにね、こう盛り上がってたんですけど、うんうん、そこにね、縦の生地が入っていて、こう、生地と生地がね、繋がってないんですよ。へえ<ー>。なんで、こう、冷気をね、<あ>より、なるほど。侵入を防ぐ構造になってます。ああ<ー>これはね、360と,360と、その上のモデルの違いですね。そうですね。 こんな感じでね、3種類ずつ。はい、まあ、こことここはね、運用量が違うだけで同じボディー使っていいすそうですね。それだけやっぱり、夏用な。360がやっぱりね、ちょっと薄手な。はい。そんかり軽いですけどね。まあ、サイズ、収納サイズとかね、重量もちょっと、この先ご紹介していきます。はい。では、こちらは収納サイズと、は総重量ですね。はい、そうですね。はい、まあ、先ほど見た一番軽くて薄い、はい、360ですね。うん,うん。360SE。 650フィルパウダウンが3 6 0ム入っているモデルは、収納サイズが3 4かける1 7ンチで、重量が 690g。っ軽いですね。軽い。うん。本当。軽い夏山ならこれでもいいかなっていうぐらいの、ねうん、なんかいけそうな気がする、サイズ的にも、重さ的にも。で、次の真ん中のダウンバッグ4 6 0 s,、はい、<S こちらが37 3 7かける1 8 5ンチ重量が9 6 0ム入ってます。はい、これもね。これも。うん。 ああ、やっぱりずっしりしていきますね、うん、入ってる分、うん、そうですねやっぱね大体1キロ弱っていう感じですねうんそうですね、はい、ちょっと重みがあるかなで一番大きいダウンバッグ 610S は 38cm×23.5cm だいぶボリューミー1 1 5キロ、1 1 5 0ムですね <laughs> はいあそうですねこれは最重量モデルになります、うん、大きさも大きいはいリストで見るとこんな感じですねはい でもねやっぱりダウン使ってるんで架線のものと比べるといや全然同じぐらいの保温力でもだいぶ小さくなってると思うそうですねちょっと上から見てみましょうか上からこんな感じで3種類ありますやっぱねこれゴん太いですねそうですねこれはちょっとパック入れて持ち歩けないですねちょっとやっぱねオートキャンプ向けかなってキャンプ向けですねこれはそもそもこんな感じこんな感じですねはいはいこんな感じで 山穂さんならどの辺が。気になる感じですかうーん。まあキャンプだけ考えたら。正直ちょっと暖かいのは欲しくなりますけど。あそうこっちなんですね。<laughs> かまあまあ、でもダウンだからね。そうなんです比べると大きいけど。大きいけど。封筒型シュラフとか考えれば全然小さい。全然。うん、そうなんです、そうなんです。私持ってるやつより多分これちっちゃいですね、今。あ、当はい。今は河栓の今河川のやつです。封筒型封筒型です。あ、じゃあだいぶ。だいぶ小さいですよ、だから。でも音力的には多分封筒型の一般的なものよりも多分この辺で十分あったかいですね。そうですよね。おすすめはね、私は。 460の間、うん。もうちょっと見ていきましょうか。はい、はい。そして次がですね、生産国ですね。はい。こちらはすべて中国製になっていまして、中<国>お値段見ていきますと、えダウンバック360が19,800円。ダウンバックの460が22,200円。はい。はい、で、610が25,300円と。激安ですね。 ダウンシュラフとしては、かなりいいお値段つけたと思います。<laughs> うん、一生懸命あの、長谷さんの相談して作ってそうですね。はい、だいぶ安いですね。おごろかと思います。まあ、やっぱね、値段で考えとると610がね、山本さんさっき言って言ったけど、お手頃感あるかなっていう感じあ。ああまあ、確かにここまで行くとそうですね。他にも選択肢考えちゃったりするのかな。うんうん、でも真ん中のこの22000円のこれはそうですね、うん。ベーシックなモデルでいいかなっていう感じがしますけど、ねうん。はい。じゃ次ですね。はい。 このカラーの違いですね。<ー>モデルによってね、使用カラーが若干違うんで、はい、まあこんな感じで、一番最初のね、リストに近い感じで全ラインナップ7種類出てきたんですけど、はい、ちょっと見やすくしますと、はい、色合いとしては、えー、まずは、えー、360ですね。はい、一番薄いものは、えー、ガンメタル。一緒になります。<色>この色だけですね。はい、360は。うんうんはい。その次が、460。 はい。この真ん中の保温力のものは全色選べるようになってます。三色展開ですね。すねはい、えー。0度対応の 460SE は、ブラック、ベージュ、ガンメタル、はい、全部選べます。うんうん、そして、一番暖かい 610SE も同じくですね。はい、三色展開で。これも一番暖かいものは、マイナス5度対応で、全色から選べるようになっています。はい。はい で大体まあね、スペック的なものとか仕様はご紹介したんですけども、うん、じゃあ具体的にどの辺の場面でね、このシュラフ使い分けたらいいのそうですねで。これもね、簡単にリストにしてみました。こんな感じで見ています。はー、い、クま,まで参考までなんですけども、うん、一番上の水色のダウンバック 350SE。はい。こちらですね、モデル名の次の季節、見ますと、夏。夏。はい。で、ダウンバック450、黄色いものは、 春、夏、秋。お、秋までいける。はい。で、一番下の 610SE は、春、秋と初冬と入れてみました。初冬。逆にこう夏省きました。ちょっと暑いですよね、かなり本力あるんで、夏のキャンプにはね、あんまり必要ないかなとそうですね。脱いじゃいますね、きっとこれ。逆にね、初冬と入れてみました。はい。で、その次が、えキャンプという欄に行きますね。はい。全部ありですね。夏のキャンプに360いいですし、春、夏、秋の、えキャンプには460。十で 610SC も同じく春、秋と初冬のキャンプには丸と。なるほど。ツーリングも同じく。やっぱりそうですね。かなり軽量なものなんで、はい、河川シュラフよりだいぶ小さくなるんで、うん、ツーリングの方にはね、あの、コスパもいいし、すごく重宝するんじゃないかなと思います。うん、で、その次に山小屋博って入れてみました。あ小屋博なら。はい。 全部。これ登山の小屋約なんですけども、まあ、これもね、春と、まあこのシーズンに合わせてそっていた,たいんですけども、ね、まあ河川のシュラフよりも、ね、軽量ですし、うん、今特にね、シーツとかシュラフとかは、ね、ね、そうですね、ててどこもみんな持ってかなきゃですもんね、うん、今は。そういう場合であればいいかなと思います。はい、はい、逆に一個飛び越して、これ登山、一番右登山にしてるんですけど、うんうん、ここはですね、みんな三角にしました。はい。 で、理由はなんですけども、やっぱりあの、登山用のシュラフになると、うん、もう少しさっき言った650フィルパーよりも多、はい、さらに高い800とか、850フィルパーとか、軽量なものを選べるんで、んやっぱ専門にやる方には、そちらの方を選んでいただきたいなと。はい、そうですね、そっちの方がいいですも、ねうんね。あくまで中堅クラスのダウンなんで、最軽量まではやっぱりどうしてもダウンの品質から本力に達していかないので、うん、ここで三角にしてもらって、はいまあ、キャンプとかね、ツーリングとかがメインの方で、たまにテント泊、 うん、登山の,あのテント泊をするって方だったらいいんですけど、うん、メインにもテント泊だけを考えてる方だったら、<laughs> また別のいいものがね、あ,すねありますよね。うん なんで、声ハグだとね、あの、テント吐と比べて、だいぶ荷物が少な,な,で,少ないですもんで、ね、マッと持ってかないシーンもあるかもしれないし、うん、まあ、食事なんかもね、現場で食べるんであれば、水とか食料も少なくなってくるんで、うん、そういう場面であれば、これぐらい重要なも,もいいんですけども、ああガチガチのね、アルパインっていう場合があったら、ちょっと三角にしさせてもらって、はい、もうちょっと上のクラスもご検討いただけたらいいかなと思います。うん、で、あとはですね、この冬キャンプっていう欄があって、はい、これはまあ、当然、あの、360は ダメですよね。バツにで、×にする。460も、一応ね、バツにしてみました。まあ610があるんで。そうですね。うん、で、610を一応三角で滑り込ましたっていう感じになっていて。三角ですね、でも。そうですね。本、まあ、力は、ね、一応マイナス5っていうふうに数値してるんですけど、実際に、ね、どこのメーカーの表記もそうですけど、うん、ちょっとね、多めに、 数値見てもらいたいので。まあそうですね。うん、日によっても違うし、場所によっても違うし。あとは3個の理由で、はい、まあ私たち住んでる新潟は冬キャンプっていうね、本当の冬キャンプだなると、うん。 ガッチリ雪が。ガッチリ雪。そこになると、ちょっと心配があるかなっていうところで。そうですね。キンキンに冷えますもんね。中に温あったかいシーツ入れたりとか、使っないかけたりとかすれば全然いけちゃうんですけど。そっか、さらに何か工夫したりして、やれば。単品で考えるにはちょっと三角かなっていう感じで。そうですね。地域によってですよね。暖かい地域の冬だったらいけますね。新潟とかじゃなくてね、もっと南の方の地域の方だったら、あの、冬キャンプでもいけるかもしれないですけど、一応新潟基準で言わせてもらうと、初冬ぐらいまでね、雪降る寸前の冬 はダメですね。12月ぐらいのとか、雪解けが始まった3月ぐらいとか、<laughs> うん、まあ、現場の標高とかね、そうですね。気温によっても違うんですけども、ねはい、ざっくりとこの辺をちょっとで、ね、参考にしていただけたらな、と思います。はい、で、ここでもう一回山さんどうですかどの辺が。いや、やっぱりなんかいろいろ考えたら真ん中なのかな <laughs> 真ん中いきますか真ん中にしようかな。運がいいと思うん。ね。でもね。 女性の方は結構暖かめのものを欲しいかと思いいや、そうですね。でもこっちにしちゃうとちょっと暖かい時使えないかなとか思うと、やっぱりこう、間の方が。ただ今持ってる封筒型があるのであ、あ<る>そっちを3ーズにして、<あ>こっちをかこ、これをまあ春秋プラス、時期まあ冬はさらにそれを重ねて使う。あ、それもありですね。 あ,あ、そうか。360、うん、行ってもいいですね。じゃあ、こっちかな、うん、360はですね、ほんと夏しか遊ばない方とか。うーん、そうですね。あとは寒さに強い方っているんで。いえます、うん、結構寒くても、寝袋に全然ちゃんと入ったことがないみたいな。必ず足とか腕出してるって人いるんで。で <laughs> それい多分も、まあ、もちろん軽量になるし。まずそうですね。サイズは魅力的ですね。うん、値段も。 そうだそうだ2万円切りますもんね、うん、一般的にはでも真ん中から下ぐらいがいいのかなっていう感じうーんこ,こ,かここかなって感じがしますねカラーラインナップとかもねこっちの方ちょっと多めに作ってでもそこ3色選べるから、ね、選べる感じになってますんで、えー、まあこの辺を基準にね参考していただけたらなと思いますはい、はい、といったところで、はい大体ご紹介したんでこんなもんかなと思いますそうですねはい、はい、では こちら、以上とありますね。今回ご紹介しましたのは南別注、ナンガベッチュ。ダウンバック SE のご紹介でした。はい。ありがとうございました。